変なタイトルしましたけど。はい、ボノです。ライフサイエンスと大データベースセンターで平野ポスドク長いでやってるんですけど、こちらの DDBJ と一緒に、小玉さんとかと一緒に発言データの、カタログとかそういうところら辺もやってるんですけど、その一方でちょっと決体の生物の、アノテーションというか、解析をちょっと手伝うということで、解析を手伝う以上アノテーションもやるので、それに関してちょっと、いろいろやってるんですけど、今日はカタカデバネズミの話をしようかなと思って、デバネズミの秘密ということでやります。で、これなんですけど、まず裸デバネズミって何ですかって話からして、これネズミなんですけど、どっちかというと名前の通り、あ、名前英語で書けないな、ネイキドモールラットっていうんですけど、ラットなんですよね。で、大きさはもうほとんど実験使うムスムスクルスのマウスとほとんど同じぐらいですなんですけど、体温が低いです。で、いろいろ特徴あるんですけど、マウスと比べて言うとすごく、寿命が長いと、心拍数が速いと。でこの辺の特徴はですね、哺乳類のいろんな特徴があるんですけれども、体大きいやつが寿命が長いとかいろいろある中で、かなりこれ例外的な人間で、もともと人間ちゃう動物で、もともとはこのアフリカに穴蔵に住んで、穴蔵の中ってちょっと酸素が薄いんですけど、そういう環境で生きてるというものなんですけど、これを実験に使おうということでやってて、実験室ではこんな風に穴蔵がないので、こういうパイプラインを作ってですね、パイプの中で動き回ってっていう風なことをやってて、こんな感じで、割とこれ実時間です。これは結構早く動くんです。思ったよりこんな風に動きます。はい。で、この温度見て分かる通り、人間だったらもうとてもクーラーをすぐ入れたくなるような温度です。30度で、湿度が割と高めっていうところが、この人たちは大好きで、はい、来ております。で、なんでこんなものを使いますかって言って、ブサイクでやってんじゃなくて、面白いからやってるんですけど、何が面白いかっていうと、簡単にまとめると、新社会性の哺乳類だっていう、社会行動的な研究に使えそうだっていうのと、私はどっちかというと下の方に興味があるんですけど、長生きだと。で、長生きに興味があるんじゃなくて、こいつら長生きである理由はですね、自発的な腫瘍形成、つまりがんにならないんですね。がんになってるのまだ見つけられてなくて、がんになったやつっていうのは無理やりがんを植え付けたらがんが定着して死んだっていうのは報告あるんですけど、基本的には自発的な腫瘍形成がないというふうに言われてます。で、がん研究とか老化研究、老化研究はもちろんそうですけど、がん研究にも使えるだろうってことで、最近この、配列のに何か秘密があるんじゃないかということで、そこの配列解析としてはすごく面白いから、やってみましょうということでやってるんですけど、一応これはすでにもうゲノムは大体決められてて、中国の BGI とかが呼んでて、ある程度の、リファレンスゲノムは出てて、でそのリファレンスゲノムが出た時にある程度の遺伝子予測はされててっていう状況のデータが、なんとなくあるという状況なんですけど、よく見てみると割とその、きっちり、なんていうのかな、アノテーションがされてないために、あまり実際本当は見つかってほしいものが見つからないということがよく実際の研究やってるとあると。で、そういう状況です。なんですけれども、一応普通の、RNA-seq 解析ができて、発現解析の場合はマイクロアレイ作るのもなんですから、これ普通に遺伝子発現解析をするときは RNA-seq やってるんですけど、その都度で、普通にこっちの左側のマッピングベースの RNA-seq ができて、で新しくその、リファレンスがおかしいなとか、新しいの見つけたいなというときは、こっちでデノボの右側の方の、リファレンスゲノムフリーのデノボアセンブリーの解析をすると。そういうふうな、割と二刀流で、データ解析をしてます。で、皆さんこの辺はよく知ってて、ツールとかも知ってると思うので、あんまり言いませんけど、レバーの場合はですね、ずっと、古典的なトップハとかフリンクスので解析してたんですけど、
最近はハイサット2とかとトリム単位の K を入れて早く計算できるようにしてたんですが、今年、まあ、R 専門を使ったりとかそんなことも、してます。まあ、リファレンスフリーのやつとかももちろんちょっと試したりとかしたんですけれども、まあ、今のところやっぱり、トップハットでやってたのは一番やっぱり馴染みが深いということで使われてますね。僕じゃなくて一緒に研究してる学生さんなんかそっちを覚えたのでそれをずっとやってるって感じが多いんですけれども、こっちの右側の方の、まあ、デノブアセンブリやるものは、まあ、トリニティ使ってますけど、まあ、トリニティの計算の場合は、ちょっとメモリがいるとか、いろいろ、まあ、それが一番大きいんですけど、自分のところで計算するのはちょっと難しかったとか、まあ、あってですね、あと、まあ、あんまりその、まあ、本にないとか、まあ、ブログとかにかやり方書いてあるんですけれども、そこに至るまでにちょっとコンピューターリテラシーがないということでやってないことが多いんですけど、トリニティをやると、まあ、その後、関数デコーダーでアミノ酸配列にして、そこの中にどんなモチーフがあるかとか、そういうふうな、さっき言ってはった PFM ですね、そういうのをやるとか、それと同時にこの RSEM を使ったその発言の、見積もりを、デノブアセンブリの方からするトリニティの付属のスクリプトがあって、それを使って結局この中から RSEM を読んで、トリニティで見つけてきたトランスクリプトごとのアノテーションを、アノテーションそれのあそれに対する発言量の定量っていうのをやって、その後で叱る後に発言が高かったやつはどんな遺伝子だったのかなというのを1個ずつブラストしてみたいなことを、したりもします。で、まあ、これは、まあ、RSEM のパイプラインですね。まあ、この時に大事なのは、まあ、普通にこれはリファレンスがある場合の方の左側の方の流れでやってる場合ですけど、まあ、多くの場合というか、まあ、その場合はリファレンスゲノムとゲノムアノテーションの2つがいると、まあ、皆さんにはもう釈迦に説法のような話ですけれども、この2つがないと、まあ、うまくというか、いや、解析はでき流れないので、まあ、そういう、これは RSEM でやってた場合の、まあ、流れです。で、これは自分のとこでシーケンスしたんじゃなくて、そこの、ハードディスクから取ってくる場合の、まあ、流れを説明してますけど、こういうふうなことで、再解析みたいなのも、もちろん、よくやってます。で、アノテーションじゃあどうやって取ってきてますかってことですけど、まあ、今もうさっきにちょっと簡単に言いましたけど、ゲノムが出た時に、発表されたファスタとか GFF ゲノムアノテーションその2つを取ってきてやってるんですけど、これを使ってたらですね、まあ、大体の場合皆さんも気づくと思うんですけど、何らかの不備があるんですね。で、この場合ゲノム何が不備があったかっていうと、ミトコンドリアの遺伝子が入ってなかったんですね、これ GFF に。入ってなかったから、そのミトコンドリアの遺伝子は自分たちで記述してこれ足しました、こういうふうに BGI のものにこういうふうに手で書いたんですけど、手で書いて足しました。そういうで、この GFF を、まあ、もう一回NGS 解析に使うということで、ミトコンドリアの遺伝子もちゃんと定量できると。なので別に GFF はそのままファイル取ってきてじゃなくて、足らんのあったら自分でこうやって同じように書きましょうと。でもこんなに 書けないっていう人いるかもしれませんけど、まあ、書けば動きますので、書いてみてください。僕らはこれで、自分らでミトコンドリア出したやつを作ってやってます。で、まあ、裸でバネで、まあ、僕らも、論文で出して、SRA に登録、あ、じゃ DRA に登録してあるんですけれども、まあ、世の中にはこの、すでに、僕ら以外にも発表しているグループがあって、まあ、これは再解析に使えるよっていうので、一例上がってるよってこと、公開されてるっていう例で、裸デバネズミの、やつで、これは、まあ、GSE から始まるから、これゲオのこれシリーズのデータで、まあ、同じデータがアレエクスプレスにもこの同じ、あ、違うアクセッション番号っていうか、まあ、ちょっと、まあ、ほとんど似てますけど、それで上がってまして、それだとリバーとキドニーとブレインの、それぞれいろんな年齢と低酸素にした、低酸素バイトにして買った時のデータっていうのが、まあ、あって、これを、まあ、比較して再解析すると、そういうことができるので、これを、まあ、やったデータをちょっと、まあ、こんなふうに、発言差を、さっきの RSEM で計算して、発言差が有意だって、まあ、有意ってどこまでするか分からない、割と適当なんですけど、それをした結果をそれぞれの、ブレインキドニーリバーごとにかぶってたのが何個あったかみたいなのをこう計算したりとか、こんなことを、まあ、普段やったりしてます。まあ、これは癌学会で発表したやつなんですけど、こういうふうなので、
これが何やったかみたいなのを、実際に実験で検証してもらっているというのが現状です。はい、で、まあ、そういう今の R 専門で、だから要するにリファレンスゲノムがあるもんだとしてやったやつですので、すでに記述されている遺伝子しかもちろん見つからないので、それで新しいものを、まあ、見つけるためにですね、まあ、アノテーションやり直そうかなと思ってこの夏にこれ考えてやったやつなんですけど、これは基本的にファントムの時にやった粕川さんがつけた流れと全く一緒で、まあ、トランスクリプトをアッセンブルしてきて、それをまず持ってきて、その中に今のセットに含まれてるか含まれてないかというのをチェックして、含まれてるんだったらそれを使う、で含まれてない場合はそれが、そのトランスクリプトをもう一回、人とかマウスに、検索してですね、配列検索してですね、ヒットがあるかないかっていうのを、まあ、見ると。あればもうそれでいいんだけど、ない場合にそのやつのコーディングシーケンスが100アミノ酸以上あるかと。まあ、ここも、まあ、2位ですけど、まあ、とりあえず100にしてますけど、であればそれがタンパク質のドメインを持ってるかと。であれば先ほど言ってたみたいにドメインコンテイニングなんとかプロテインになったりするんですけど、なるし、そうじゃない場合はならないと。で、100アミノ酸以上取れない CDS の場合は、多分これはノンコーディングあれでだろうということで記述すると、まあ、そういうふうなまあテンタティブな、レバーのファンクションアノテーションパイプラインの一応これ作ってこれで流そうかなと思ってたらですね、実はアンサンブルに急にアノテーション出ました、この8月にで出てしまったので、じゃあこれ今度使おうかなと思ったら、なんでご丁寧なことにこの裸デバネズミだけオスとメスで分かれてデータが、しっかり出てまして、で前は実はそのプレイアンサンブルのプレイの方にあったんですけど、それがアンサンブル90からは正式リリースの中に出るようになりました。でこれを今使おうかなと思ってやろうとしてるんですけど、ちょっといろいろ他の用事で今これできてないんですけれども、使おうかなと今思ってたら、ちょうどその一緒に裸デバネズミの研究を、で実際に裸デバネズミのウェットの研究やってる、まあ、三浦さんが映ったよという話が出まして、もちろん前から知ってたんですけど、まあ、そういうのがニュースで出て、まあ、今までのそのさっき見てたみたいなこういう裸デバネズミの飼育施設をもっとワンオーダー上ぐらい育てられるような仕組みを熊本大で作ってそっちに行きますよっていうニュースがつい2日前ほど出てまして、出ました。で出たので、これはちょっとやばいなと、データ解析もいろいろもっといろいろ来るなというので、ちょっとアノテーションに関してはちょっとアンサンブルのものが本当に前のよりいいのか、でダメだったらまたこうアノテーションこっちでしないといけないのか、多分それはないと思って前者でアンサンブルのものを使えばうまくいくようになるだろうとは思ってはいるんですけれども、まあ、そういうふうなのでちょっと今、アノテーションやろうかなと思ってたらこう状況が変わって、社会的な情勢で、まあ、みんなが使うアンサンブルなんかでこうあるものを使った方がまあいいだろうという場合もあるよという話です。でアンサンブルに関しては今はこれ裸デバネズミのはアンサンブル正式なものに入ったよってなってましたけど、アンサンブル以外にアンサンブルゲノムズっていう形で、アンサンブルは自分のところの独自のパイプラインで、アノテーションをつけたものをいろんなゲノムに対して、公開されてるものですけど、やってます。でそういうふうなものを使うというのもまあ一つで、なんでアンサンブルで使うかというと、他の生物種も同じようにそのデータが使われているので、なんか比較解析するときに非常に計算する人間としては楽にですね比較解析できるので、もちろんこれも裸デバネズミだけ見てるんじゃなくて、マウスと比較したりとか人と比較したりとか、そういうことをしているわけ で実は今の一番最初の、BGI から取ってきたアノテーションっていうのは裸デバネズミを人に外装してですね、人の遺伝子 のやつものが全部ついてるんですね。実はマウスじゃないんです。だから、普通に裸デバネズミのデータを使うときは、まあ、人として人の遺伝子として、できるためにマウスと比較するときは直接比較するんじゃなくて、まあ、人を介して人の遺伝子のようにして今までは使ってたんですね。なんだけどこれアンサンブルの、中に入っちゃったので、今後はそれを直接まあ、マウスと比較したりとか、あとラットとか比較したりとか、そういうふうなことができるなと思って。で実はこの裸デバネズミはマウスでもラットでもなくて、どっちかというと遺伝的にはハムスターに一番、遺伝子的にはハムスターに一番近いようです。ですので、まあ、その辺の解析比較解析なんかももっといろいろシステマティックにできるなと思って、いるところです。こんなところですけど何か。